そうすると、例えばこういうちょっとタイプがあるけど、そうそうそう、ちょっとこうじゃない、崩落ひまるみたいな、パンってタイプがあるから、これでもいける、こういう感じなの。そう、ちょっとだけできなかったらいいんだけど、あと拍手できてるから、でそのまま動くと、そうそうそう、そう、その方が多分シンプルに、一回グループ入れ替えなくて。マーチョップに出しまう。そう、ここで。わかる。そう、頭が最後までそこにいるタイプと、いないタイプがあるけど、入れるってどういうことだろうって体感するという感じ。そう、こんな感じ。俺、この辺使うでしょ。多分いけるはず。そう、これいつもこの状態が頭に来るでしょ。そうそうそう、このまま一気に行きましょう。そう、楽じゃん。楽でしょ。そう、多分だから今までこっちを入れしてこっちをやってた癖がある、外を入れしてこうやって動かしてる癖があるから、こっちに入れるのが普通だと思っちゃってるわけ。そう、この方が楽でしょ。そう、そう、これでも左に乗ってるから中楽じゃん。あれ楽。そう、こっちのはこっち使ってるわけ。しかも何差し込んでるってことは、ここそう、こういった後にちゃんと生きてるよ。ここまでは勝負だからいいんだけど、この後ココちゃんはちょっと打ってこういう、だからこっちに行くことによってっていうのがあるから、ちょっと気合入ったりするとやったり突っ込んだりとか、逆にこう状態がこっち行くっていう動作はこっちをバランス取るから、これもある可能性があるから怖いわけ。こうなってくる、そうなってくると、そうそうそう、なってくる、そうすると左に乗らないっていう。あれに変えてから、そう、めっちゃ綺麗。さっきの左にね、ちゃんとこう乗って入ってできるけど、この後にいるよ、アメリカとかの選手も多いんだけど、ちょっとこういう感じいるよ、こういうタイプもいるから、これは NG 動作ではないわけ、エラー動作ではないわけ、実はいる、子供とかにも多いから。でもやっぱりシンプルにこう来たら、そのまま、なんで終わってるじゃん仕事は、だからそのままこう振ってこうクラブに引っ張られて、その場で体が入ってる方がすごいシンプル。すごいシンプル。そう、それに多分それが結構いろんな影響を与える可能性があるから、そう、いろんな、ここに来るんですね。そこに来るでしょ。で、ここに来るもん。いつもでしょ。ずっとやってるから。多分こっちは逆に言うとスピードも速くなる可能性がある。ほら、めっちゃ綺麗。そう、だからお家とかでこうやってやったら。目線くらいとか、どうやって飛んでってるから言えない。で、打ち上げになったら筋トレじゃないですか、こんなまでいくの。そうそうそう、だから結構本当にこうやってちゃんと左下げ右下げで、そのままこうやって入ってくるようにしていくと、よしよし、やばい、フィニッシュって大事なんですね。大事、大事。そう、こうやって使うのはちゃんと使えるでしょ。うん、高く。一生かっこいいよこれ。お腹出てる。出てるでしょ。そう、かっこいいよこの形。これ。不思議、早いぞトップまで。あとスイングはパンチスイングになるから、ちょっとやることが少なくなって感じるかも。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。